Oh,
だね、どうしたの？アイサ、なんだか、まさか、まさかだろ、眠たくなってきた。この子たちのわけわからないあれに付き合わされてありがとう。
でもね、みんな、私の誕生日ちょうど2ヶ月後の7月30日なんです。マジカミカンナです。よろしく。カンナ嬉しいけどね、ありがとう。まだよ、もうまだ年取りたくないんだから。こちらとどっちかといったら、違います。けど、ありがとう。ハッピーバースデー。わー、小春なしです。悪ない。わー、ちょっと思い込もうかな、今日ちょっと誕生日。そしてなんか幸せな気分になってきた。はい、カンナさん、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。カンナスケ、古き良きなの忍ぶに持ったのマリアで、昔のりきみです。モリー、はい、ご支援やもらいました。イエーイ。それよりもっと大切なことを言わなきゃいけない。まだ足りないです。なんでよ。誕生日、本物の誕生日です。違います。違います。え、何が。ないちゃん、ないちゃんが、ないちゃん誕生日近いよね。もうちょっとだよ、ね、そうだよ。頑張ってさ、こんなにお小遣いもらったなら言わないといけないんじゃない。あ、ちょうだい。ちょうだいじゃないの。現金をあげる。そうなんです。あげちゃダメなの。甘やかしちゃダメです。ダメですよ。これもらったら言うから。本当に頑張れる。はいはい、はい、7月7日、はい、秋葉原、会場どこ。おーい、秋葉原なんとかなんとかで、はい、アダルトイライ生誕祭あります。はい、ということで、皆さん今日は本当にありがとうございます。ちなみにちょっと聞きたいんですけど、今日プランクスターズ動員で入ってくれた人。ありがとうございます。絶対50人いないぞ。やばいな、やばい。50人いなかったらね、まあ、ハイエース移動ですね。しょうがない。はい、ということでね、またまた、でもね、皆さんと一緒に遊べたの本当に最高でした。本当に、なんだ、このバースデーじゃないんですけど、メンバーになんかおめでとうって言われて、なんか私この後なんかされるんかなっていう気持ちしかないです。なんかこうしたんでこうしろっていうの歌詞を作らされてる気がして、すごい。ないないない、大丈夫大丈夫大丈夫、もう帰ろうよ。わかりました。じゃあこの後、特典会がすぐね、バックアウトのところかなで、並行特典会になります。皆さんぜひ遊びに来てくれて嬉しいです。以上かな。はい、ラスト1曲忘れてるよ。曲振りして、曲振り。うん、じゃあみんな立ち位置つこう。はいはいはい忘れてるよ。本当にプランクスターズの曲です。最後聴いてください。曲入れる？いるよね。じゃあなんかいい感じにさ、それっぽくさ、短くしてみて、これを。わかりました。皆さんがきっと今日プランクスターズなんてね、いつも東京来てくれるし、まあ予定優先させようかって時に、メンバーがね、一生懸命動員があるんです、動員があるんですって言ってね、きっとみんな予定とかあったかもしれないし、他のね、お目当ての方とかもいると思うんですけど、この時間をね、この貴重な日曜日のこの時間っていうのを私たちに捧げてくれたことは紛れもない事実で、その皆さんと目と目を見合わせてライブができること、話せることがとても幸せです。そんなあなたたちに歌ったラブソングです。